じゃあまあ自分の失敗談からまず話そうか。はい、うん、自分の失敗談はですね、やっぱ入試本番でやらかしたマークミスですね。ああ、やっぱり失敗としてとてもあるのはですね、はい、恋愛ですね。これはあるんですか。恋愛 やらかして、はい、新キャラ登場ということでですね、はい、はい、ぜひね、ここからまたね動画出てくるんで、皆さんね、関係していただければと思うんですけれども、では自己紹介お願いします。はい、はい、皆さんはじめまして、武田塾お茶の水本校で校舎長をやっております天海智隆と言います。雨に書いて天海先生ですね、はい、まあ、皆さん一発で覚えちゃうんじゃないかと思います。はい、よろしくお願いします。はい、はい、浜井先生、はい、今回の質問ですか。今回の質問はですね、うん、先生たち自身や生徒のことでいいのですが、うん、受験生の失敗談とか何かありますかと。失敗談ね、あるよ、いっぱい。いっぱいありますよね、うん、自分自身の失敗談もあるし、うん、まあ、ね、生徒たちというか、はい、歴代のあるあるネタは結構ありますけど、はい、浜井先生何かあります？もうつい最近なんですけれども、うん、文系の生徒に数 1A の基礎も買うように言ったんですね。ほうほうほう。そしたら数三の基礎も買ってきたんですよ。ほう、あるあるだな。これね、割とあるんですよ実は。あのナビゲーター1巻買ってこいって言ったら2巻買ってきたりとか。ありますね。ちょっともうちょっと見てほしかったなっていうのがありますね、うん、紛らわしい似たようなタイトルよくあるからね。あのマーク式基礎問題集とか間違えたりよくあるよね、うん、それでちなみにその子その後これどうすればいいですかと、やっちゃいましょうかとか言ってたんですけど、うん、いややめろと言いましたね。、はい、文系なんで、まあね、受かってからやってくれって話ですね。はい、そうですね。うん、じゃあまあ自分の失敗談からまず話そうか。はい、うん、自分の失敗談はですね、やっぱ入試本番でやらかしたマークミスですね。ああ、マークミスですか。うん、なるほど。そのせいで、はい、1回足切り食らいましたね。へえ、2点差とかで落ちて、はい、そのマークミスなければセーフだったな。あ、うん、それは1個ミスってあと全部ずれてみたいな感じですか。1箇所だけですか。1箇所、なぜか あれですよ、テキストのその問題の方にはちゃんと正しい番号にチェックつけてるのに、あるあるです、ね、マークした番号間違えてるんですよ。ありますね。えってなって、あ、うん、はい、で生徒のことでやっぱよくあるって、何回注意してもあるのが、はい、出願を忘れるんですね。ありますね。なんで忘れちゃうんですかね。特にセンター試験、うん、本当多い。なんか知らんけど毎年そうですね。これはその武田塾の塾生だけじゃなくて、受験相談に来た人が、あれセンター今年受けないのみたいな感じで、センター出願忘れちゃってみたいなこと。国立で一本志望なのにみたいな。どうすんの今年の入試みたいな話とかが結構あったりするんですよね、はい、そうですね、うん、なので本当にそれは早いに越したことはないので、出願できる時期がもうスタートしたらすぐに出すようにしましょう。ちゃんとあらかじめ調べておきましょうというふうに強く言いたいですね。で出願だけじゃなくて、はい、入学金の締め切りとかね。あ、ありますね、うん、あれもね、忘れてる人結構いるんですよ、うんうん、忘れて大学入れないんですけどどうしたらいいですかって、知らんかなって話じゃないですか。いや守れよって話なわけなんで、結構ね、合格発表までは覚えてるんだけど、入学金締め切りを覚えてないって人実はいるんですよね。うん、そうですね、うん、合格発表でもう浮かれちゃってっていうのですかね、うんうん、そうそうそう。なのでそこは本当にね、日程に関してはちゃんとメモっといてくださいね、はい、入学金締め切りとかね。ちょっと入学金を納めるまでが入試なので、はい、ここきっちりやっときましょう。はい、本番の入試の科目を勘違いしたとかは結構、本番のその場所でじゃないけど、はいはいはい、いや俺この大学でこれ使おうと思うんですよって言って、はいはい、使えなくねみたいな。あなるほど。こっとか、見てないの志望校の科目みたいな。いや見たんですけど、でも入試なかったでしょその科目って、はいはい、そうなんですかみたいなとかあったりとかっていうのは結構あって、なんとなく行きたいなって思った時点でやっぱちゃんと調べてなくてみたいな。いやまあね、その早い段階だから笑い話するからいいんだけど、直前期それやられたらさ、はい、例えば古文漢文やってないのに、はい、その自分が受けたところでも偏差値低いからって受けてみたらそこに古文ありましたみたいなケースがあったりすると、そうですね、怖いじゃないですか。はい、うん、もう自分の受ける大学ある程度決まったらきっちりと全てこう科目は見といてほしいですね、うん、はい、あと勉強に関してのことでなければやっぱり失敗としてとてもあるのはですね、はい、恋愛ですね。これはあるんですか。恋愛 やらかして、はい、彼氏の方が落ちるというパターンはすごくよくある。あ、そういうことですね、うん、ありますね。カップルになるとね、なぜか女の子の方は受かるんですよね。なんでなんでしょうね。
やっぱ女の子の方がきっちりしてるんですかね。なんだかんだで切り替えうまいんだろうなと思うんですよね。なるほど、うん、それで別々になっちゃったら結構その後は悲しい未来が待ってますね、うん、あるあるですね、まあ、大抵ねっていう、ね、はい、はい、まあ恋愛してもいいけど、もし受験に受かんなかった時に恋愛のせいにしないという自信があるならいいよっていう感じだったんですかね。そうですね、はい、それはダメでしょ、格好悪いじゃんっていうね。これはもうやっちゃったらアウトです ね、恋愛をしながらやるのであれば、恋愛をね、プラスにするぐらいのつもりでやっぱり受験勉強頑張ってもらえればとは思うんで、はい、それを言い訳にしちゃダメですよね。そうですね、はい、はい、まあ、そういう失敗がいろいろありますけれども、はい、うん、まあね、いろいろありますよ、それちっちゃいものではでもね、はい、うん、だけどまあやっぱりね、でっかいものはやっぱその出願忘れとかが本当にでかいんで、センターの出願もね、願書取り寄せが、ね、9月からとか始まってくると思うんで、はい、本当に人生を左右することなので、うん、皆さんきっちりと調べておきましょう。なぜかみんな国立志望なりセンターの出願を忘れるって特に浪人生は本当によくあるんで、ね、はい、気をつけてください。気をつけましょう、はいはい、で今回の質問は以上です、はい。大学別対策動画、カリキュラムの配布やっちゃいます、イベントの特設ページこちらから、7月中、こちらでですね早慶、G マーチカンカン同率のカリキュラム、そして8月中にですね、国公立こちら武田塾の対策動画の中に、扱っている大学になりますが、を、それぞれ武田塾の全国の校舎で配布しております。最寄りの校舎でですねぜひ希望の大学のカリキュラムを、受け取ってください。イベントの申し込みよろしくお願いします。